用土酢酸とは、酢酸の2位の炭素に結合している3つの水素の、うちの一つが、要素に置換された、有毒な化合物である。モヨ用土酢酸、二用土酢酸、用土イ炭酸などとも呼ばれる場合がある。なお、英語名が似ているヨーカーセチルとは異なる。モル質量は185.948である。上圧における融点は、摂氏79度、沸点は、 摂氏208度。用土酢酸は構造が酢酸と類似していることもあって、水に溶解する。このほか、水と同様に極性溶媒として知られるエタノールにも溶解する。また、摂氏25度における用土酢酸の負荷は3.12であり、これは同じ温度における酢酸の負荷よりも低い値である。つまり、用土酢酸は酢酸よりも強い酸だと言える。 なお、酢酸と同様に、溶度酢酸も酸無水物を形成することが可能である。ところで、一般に炭化水素酸に結合した要素は脱離しやすいことが知られているが、溶度酢酸の場合、様々な化合物が持つチオール元と反応して、要素が脱離して、チオール元のイオーと炭素との間に共有結合を形成する。具体的には、この反応に影響しない。 化学構造を R と置くと、このような化学反応式で一般化できる。これを、チオール元のカルボキシメチル化などと呼び、カルボキシメチル化されてできた生成物は比較的安定である。なお、この反応は、pH8 付近の室温といった穏やかな条件でも進行する。参考までに、チオール元を持つアミノ酸のシステインとは pH8。 付近で反応して、チオール元をカルボキシメチル化するわけだが、pH2 から pH7.5 では、ヒスチジンの持つイミダゾール元をカルボキシメチル化したり、分子内に用を持つアミノ酸の一種のメチオニンもカルボキシメチル化する。また、pH9 以上にした場合は、リジンの即差が持つアミノ元をカルボキシメチル化する。ただし、チオール元のカルボキシメチル化と比べると、 その他のカルボキシメチルカは反応が遅い。人に対してもヨードサクサンは蛍光毒性があるばかりではなく、皮膚や目などを犯す毒物でもある。上記の通り、ヨードサクサンはチオール元と反応するわけだが、これはタンパク質が持つチオール元も例外ではない。例えば、解凍系に関わる酵素の一つ三単、トーリン酸脱水素酵素、 酵母を用いたアルコール発酵で重要な役割を果たす酵母アルコール脱水素酵素のような SH 酵素を不可逆的に阻害する。特に解糖系は地球上の多くの生物がエネルギーを得るために用いる根幹的な代謝経路であり、従って様々な、様々な生物がード酢酸による特性を被る。ード酢酸は比較的生理的な条件に近い、 pH8 付近の室温において、タンパク質が持つチオール元をカルボキシメチル化するため、タンパク質が持つチオール元の化学就職に用いられる。ただし、有定や不定は文献によって値に違いが見られる。ABCDE 用度作産厚生労働省職場の安全サイト2018年9月2日閲覧用度アセチック クアシットハット ABC 用土作産。a b c d e f g h i j k o o 道則、のり。大沢敏明。田中元春。千原秀明編集。科学辞典 P1479 東京科学。同人1994年10月1日。発行 ISBN4 から807904116。ディソシエーションコンスタンツオブオーガニックアシズ&。 ベーシズ P1 ビスム水物 ABCD 科学大辞典編集委員会編集科学大辞典 QP475 協立出版1964年3月15日発行 ISBN4 から320040236ードアセチックアシッド。ありがとうございます